憲章を書きました。で、それとは別に、法律家として、弁護士として、橋本徹氏のやり方には、ただ誤りもあり、日頃から思っている点もあるんで、合わせてブログで批判をしました。というふうに。足立君。ありがとうございます。あのね、郷原さんは、5年前の、まあ、4年前か、初めてのダブル選挙、去年の11月のダブル選挙も勝利をさせていただきましたが、我々が最初に大勝利を与えていただいたのは4年前、5年前、まあ4年前かな、の11月のダブル選挙でありました。その時、郷原さんは民主党からですね、大阪府知事選挙の出馬、要請されましたか。郷原公実に。そういうことをおっしゃるんであれば、もう少し背景も含めて正確に事実を確認してから聞いていただきたいと思います。私は最初に、確かにまだ話がはっきり固まってない段階で、民主党、自民党、公明党の、まあ、3党が、推薦するような形での、知事選への対応というような話があり、検討したことは間違いありません。しかし諸般の事情があり、最終的にはそういう、話はお受けいたしませんでした。それだけの話です。委員長。足立君。ですね、当時2011年10月22日の報道で、郷原さんは、そういう出馬の話があるのかということに対して、マスコミに対して知事の仕事に以前から関心があったことは確かだということで含みを持たせておられます。おそらく民主党の平野先生からですね、アプローチがあったんだと側聞をしておりますが、そして何日か後に府庁で、大阪府庁で会見をされて、やっぱりやめたと。こういう、結局ですね、郷原さんは専門家じゃないんです。政治家なんです。政治家なんですね。私はこういう形で、この予算委員会のこの場で、そうした売名行為をされたことについて、批判を申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。してください。そしてレギュラーコメンテーターで数量政策学者の高橋陽一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、今日は政策工房の社長と、あちらにいる高橋さんが会長で、政策工房プレゼンツみたいな感じですね。そんな予定にもなってないでしょ。中身は。さて、まず何からやろうかと思ったんですけど、ちょっとお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、高橋さん、次に原公実人にお願いいたします。政策工房代表取締役原でございます。政策シンクタンクの会社を運営しているほか、政府の国家戦略特区ワーキンググループの座長代理などを務めております。今日は国会における誹謗中傷の問題に絞ってお話ししたいと思います。野党合同ヒアリングについて問題点を指摘いたしますが、特定の議員個人、特定の政党の悪口を言うつもりはございません。国会全体で対応いただきたいこと、政府に対応いただきたいことなどをお話ししたいと思います。まず私自身、国会での誹謗中傷を受けた当事者であります。その経過についてお話しいたします。2019年6月11日、毎日新聞が一面トップで、私が政府で会議の委員を務めています、国家戦略特区に関して不正を行ったという記事を掲載しました。記事では私の顔写真が掲載されて、特区提案者から指導料200万円会食もという見出しで、まあ、要するに私が不正な金銭を受領した会食接待を受けたという内容です。こうした事実が全くありません。即日、事実無根であるという旨の反論文を公開しました。私が事実を直ちに説明しましたので、毎日新聞以外の他紙は一切後追い記事を出していません。ところが、その中で6月13日、私の疑惑を追及する野党合同ヒアリングが設けられました。国家戦略特区利権隠蔽疑惑野党合同ヒアリングという名称です。できるだけ4名の皆様にご質問したいと思いますが、まず原公実人ですが、今日は、忌憚のないご意見ありがとうございました。
問題になっているこの篠原議員ですね、謝罪はありましたか。原口述人、ありませんでした。安達康君。私はね、しっかりとね、これもちろん篠原さんだけではありません。これ野党合同ヒアリングですから、政党としてしっかりと対応していくべきだと思うんですね。立憲民主党だけではないと思いますが、立憲民主党に先ほどもちょっとおっしゃいました、何をしてもらいたいか。もちろん今日こういう形で陳述いただくことで、お孫さんはですね、今日の議事録を見れば真実がわかるということですから、一歩前進だと思いますが、立憲民主党に何をしてほしいか、ちょっと忌憚のないところをお願いします。原口述人。野党合同ヒアリングにおける疑惑追及が不当なものであったということは、これは正式に認めていただきたいということです。それから今も野党合同ヒアリングの動画のアーカイブが多く残されています。これはやはり消していただけないものかなと思っております。以上です。安達康君。私たちはですね、別にこの問題だけを取り上げてるんじゃないんですね。これは一つの事件です。で、他にもたくさんあるんですね。例えば私が先日この予算委員会でも取り上げました菅直人最高顧問によるですね、福島の子どもたちにかかる風評加害。立憲民主党の最高顧問菅直人議員からね。おいらは足立を許せない。俺の回し蹴り受けてみんな。